ね、6月3日に、ククルスドアンの島というガンダムの、新たな映画がですね公開されるということで、フララヤシサ TV では第1弾チャレンジ企画をガンプラ作ってみた、やってみたいと思いますというラジオ TV。 はい、ということで本日もやってまいりましたフルハラヤシサ TV よ。はい、今日はね何をするかというとこちら、じゃじゃーん、ガンプラを作ってみたの動画をやっていきたいと思うんですけれども、まあ、皆さんね、ガンプラって言ったらなんか思い出あるかな。まあ俺ら世代とかってなんかそんなに、多分なんだろうな、どっちかって言ったらガンプラよりかミニ四駆作ってることの方が多分多かったのかなって、まあ、正直な感想だったりとかするんだけれども、ただねやっぱこっち亀とか見たりとかしてるから、このガンプラのその奥深さだったりだとか、なんだろう、もうどんだけその昔流行ったりとかして、その買えなかった時代みたいなものなんかあったっていう。そうですね、1980年にガンプラが出て、うん、はいはい、当時僕中学生だったんですけど、はい、買えなくて、はい、お店に行っても買えなくて、はい、朝6時ぐらいからもう列が出てすごいよね、うんうん、それでもやっぱり数が限られて買えなくて、今日はここまで、はいはい、耐久性みたいな。うわ、でもうなんか裏情報で、はい、どこそこのガレージにガンプラが入ったで、なんか本当にただのガレージに小学生が100人ぐらいうわって並んでて、でガレージに車庫がガガガガって開いたら、うん、ガンプラが山のように積んであって、うわ夢じゃん、もうそれ。そう、そこで1人1個ずつみたいな。え、当時ってガンプラっていくらくらいだったんですか？あ、でも300円ですよ。300円。でもさ、144分こういう、それこそ今僕の横にあるさ、これマスターグレードですよね。マスターグレード、マスターグレード、 こんなにスタイリッシュでかっこいいのではないですよね。もうちょっと、まあね、昔のモナカ、うん、ガンダムはないけど、この後ろにあるザク、はいはいはい、なんかこういうイメージありますよ。そうそう、こういうイメージ、そう、こんなのがまさしく。なるほど、うん、これはいくらなんですか、ちなみに。これ、あ、それも300円ですよ。これも300円、今300円です。じゃあ値段変わらない、同じ中身一緒。面白い。ということでですね、今日は、まあ、ガンダム作っていくんですけれども、まあね、僕が、まあ、そのガンプラに対しては、まあ、そこまでねその知識がなかったりだとか、ということで、エントリーグレードモデルの RX78 にガンダム作っていきたいと思います。じゃあまずはこれで、いやでもこういうのってワクワクするよね、本当に。よいしょ、いいよ。さあ、なんか、お、意外とシンプルですね。全然入ってない、こんな少ないの。え、なんかさ、もっとグワーッと入ってるイメージなんですけど、意外に少ないんですね、これ。これ説明書、はい、もう説明書はね結構僕はあんま見ないんですけど、ちょっと何かあった時に見ますわ、はい。まあ、とりあえずこの4つ入っていて、うん、まあ、なんとなくね色分けされてるから分かるっちゃ分かるけど、これ、まあ、これ縦があって、まあ、これ縦ね、縦こんな感じで、内容は内容こんな感じで、こんな感じ、はいはいはい。いや、これなんか意外にババーっていけちゃうんじゃないですか、これ。はい、じゃあまあどうしよっかな。やっぱエントリーモデル買うくらいだから、やっぱ説明書は読んだ方がいいですか。そうですね、軽く、うん、まあ、順番、どの順番で、こうなんか、まあ、さっきの話だと頭だけ最後につけてみたいな感じだったじゃないですか、はい、こういうの結構最初自力でいきたいタイプなんですけど、ちょっと自力やってみていいですか。自力でいきましょう、一回、はい、やっぱり最初、まあ、こういうのってどこから作っていくかって結構重要だと思うんですけれども、まあ分かりやすく、まあ、僕本当は最初頭からいこうと思ったんですけど、頭最後ということなので、どうしよっかな、縦からいこう、縦分かりやすいからね。あとこういう切り離しの作業ね。ちなみに、はい、あのニッパーもあるんですけど、はい、エントリーグレードは手でもいでもいいっていう。あ、そうなんですか。それでも大丈夫。あ、いいっすね。あ、え、めっちゃいい。しかも全然バリ出ないじゃないですか、これ。え、すごっ、え、全然バリ出ん、見て、全然バリ出ん、すごいね。まあ、ちょい出てるけど、まあ、でもほんとほんのちょっとっすね、これ。ここはもうちょっと、ね、安いでやれば削ったりとか、
パーツが結構分かれてて、後からパチンパチンってはめていくと完成するみたいな、はいはいはい、昔のモナカプラモデルは、はい、あの足の関節とかちゃんと一個ずつ手首からつけていかないと完成しない、後からはめられない、ね、そうなんだ。じゃあもうちゃんとあれだね、基礎からなんかもう基礎飛ばす人には向いてないね、昔のあれね。おこれかっこいいよ、見てこれ、いくよ、ガチャーンガチャーン、かっこいいね、いいね、なんかピッチハマって楽しいね、これで、これでしょ、だって絶対これよ、ガチャン、はいはい、全然出ないね、バリめっちゃ綺麗、これそう、なんだこれ、自前のちょっと爪でもいける感じじゃないですか、これおー、はい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 、え、でもこれでしょ、絶対こういうことでしょ、これは、はい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 、いいね、ほらもうできちゃった、縦、これ縦ですよ、縦、かっけー、はい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 、おー、いいね、いい音しましたね、やっぱこの音聞くと嬉しいんですか、嬉しいですね、マジで嬉しい、次いいよ、股関節、あ、この、あ、これか、はい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 、これだ、それですね、ね、こういうことか、おお、もうなんかできてきたんじゃない、これだいぶ、ほらこういうことです。バーン。こういうことです。開いた。開いた。こういうことですよ。こいつも口から出すんですよ。ビームをね。すっごい。わ。これすっごい。むずい。見て、この2つ、この2つをこれ今からつけるんだけどね、はいはい、確かにこれないと変だわ、で、今からいきます、これでいきます、じゃじゃーん、で、はい、腰ついてないですよ、腰、よし、どうですか、かっこいいよ、これポージング完成しました、てねーん、ててでー、ガンダム超かっこよくないですか、いい、できました、なんと制作時間3分、カップラーメンと一緒ですね、いやーすごい、だけどね、やっぱりね、なんだろう、作ってびっくりしたのが、やっぱ関節の多さ、こんなになんだろう、ぐにゃぐにゃ曲がるというか、こうさっき言ったんですけど、これあ、これ正座できます、これ絶対、ほら正座見て、これ謝る気ない、打ってるもん謝るふりをしてピューンみたいな、こういうこともできるわけですよ、だからこれは放射者ピューンみたいな、そういうことですよ、これだからびっくりでドズルザビュー、お、まさかお前、これが白いアトマと言われる、ということでね、はい、皆さんいかがでしたでしょうか、ね、こうやって今作ってみたんだけれども、ガンプラ、まあ、作った感想としてはね、なんだろうね、やっぱり説明書を見ましょう、うん、説明書を見ないとね、やっぱ分からん、で、まあ、今はねエントリーグレードモデルですが、いつかはこのマスターグレードちょっとね挑戦できるようになってみたいと思います、だけどちょっとこれ難しそう、これ時間すっごいかかりそう、これでもさね、結構かかったのに、今日はフラレジスタがガンプラを作ってみたでした、またねー、バイバーイ、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。